はい、こんにちは。ミオン830です。今日は、ハウルチアの、未勝に関してなんですけども、不入り狙いの交配を行う際に、やり方っていうのがあると思いますけども、多分、あんまり普及してない考え方だと思うんですけども、それをご紹介したいと思います。不入り狙いの交配をするときっていうのは、親株、母親、花粉じゃなくて、メス親の方に、不入りの苗を使って、花粉親は通常の不入りじゃない親を使うと。で、種を取る方の親に不入りの苗を使うっていうのが、皆さん多分よく知ってるやり方だと思うんですけども、実はその逆の交配、ですね。種を取る方の苗が不入りじゃなくて、使う花粉の方が不入りの苗という交配にしても、不入りの未生苗が狙えるっていうことを今日はお話ししたいと思います。今日は、我が家で使った、親苗なんですけども、種を取ったのが、こちらの、妖精っていう名前の交配種になりますけども、これは、ですね、こういう札がついてます。ふわふわ、ふわふわ、トゲですかね。ふわふわの、ギガス選抜妖精ですね。すごいまん丸で、ふわふわしてて綺麗だったんですけど、ここからなんか小吹きしてきたみたいで、今形は歪になってます。これは今まで小吹きしたことなかったんで、この小吹きはまあ、私にとってはありがたいです。で、この妖精の花粉を、妖精のめしべにつけた花粉が、このオオカニシキの花粉なんです。通常は逆のやり方で錦狙いの交配をするんですけども、今回私がやったのは、不入りの苗の花粉を、麩が入ってないハウルチアにつけて交配をするっていうやり方になります。それで、今時点で、映りますかね。オオカニシキがオスで、妖精がメスっていう交配した未生苗ここにあるんですけども、不入りが複数出てます。これが意外と知られてないと思うんですけども、不入りの花粉をつけると、こういうふうに不入りの苗、が出る可能性もちゃんとあるということですね。なんか説明がちょっと下手で申し訳ございません。こういうふうに不入りの苗がきちんと出るということを今日はご紹介したかったんで、一応これラップしてたんですけど、ラップ外して、またラップかけて保管しておきますけども、また成長とともにいろいろ変化起きてくると思うんで、またご紹介したいと思います。意外と知られてない情報だと思いましたので、ご紹介しました。はい。それではこんな感じで今日の動画を終わりたいと思います。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。それではまたお会いしましょう。インスタグラムもやってますんで、そちらの方も見ていただければ嬉しいです。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。Have a nice day!